草加せんべい草加せんべいとは、日本のせんべいの一つであり、埼玉県草加市の名産品である。また、草加せんべい協同組合、草加区手焼きせんべい協同組合の地域団体商標である。汚染公園汚染公園内の草加せんべい発祥の地比うるち米が、原料のせんべい。固めで、パリッとした食感が人気である。草加せんべいの発祥については、 草加市の公式サイトでは、米を団子状にしてから乾燥させ保存食としていたものを、江戸時代に草加塾で販売したのが発祥としている。また、江戸時代に日光街道の草加塾にあった茶屋で売り出した団子の売れ残りを、汚染産という人物が団子を平たく伸ばして、それを焼いて売り出したとする続説もある。草加は、米どころであり、醤油の名産地である。 現在の千葉県の田市からも近く、江戸時代は日光街道の草加塾の宿場町として多数の往来があった。大正時代には大正天皇も食したことから皇室が召し上がった美味しい草加のせんべいイコール草加せんべいとされ、街道の名物ともなり、広くせんべいとして知られるようになった。第二次世界大戦後になると、 この名を使用した業者が、草加市在住以外の日本全国で使用が横行したため、商標を登録することとなった。2010年代においても、草加市内には、せんべいの製造所や販売所は60件以上、存在している。2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい、埼玉ふるさと自慢100選に選出された。ありがとうございます。